六角形のパーツちょっといろいろ動かせますので、まあその日によって気分によって形も変えることができますので。はい、広島手芸雑貨店レッチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、一日一つの手作りをご紹介していきます。本日はベッコーのパーツを使ったとっても簡単なイヤリングをご紹介します。ではどうぞ。ベッコーのパーツ結構厚みがあります。はい、ちょっと秋色っぽくてなんだか美味しそうな感じのパーツですけど、はい、こちらのパーツを使っていきたいと思います。今回イヤリングにしますので、ネジのバネタイプのこちらのイヤリングを使います。はい、そしてこの丸いとこですね、ここの丸いとこの一番上に切れ目がありますので、この丸を半分だけペンチでこんな感じで持ちます。そして切れないようにゆっくりちょっとスライドしてちょっとだけ隙間を開けてください。あんまりガッてやってしまうとポキッて折れちゃうので、そーっとやってください。そして一番最初にご紹介しておりましたこちらの直径8ミリがこう連なっているチェーン、とても軽くてブレスレットやネックレスとかすごく使いやすいんですけど、これを4つにカットしてあります。4つなのでシワ32で重なっているので、だいたい約3センチぐらいの長さになります。こちらをこの今開けたところの中に入れます。はい、こんな感じですね。で、入れたら今開けたところをまたピタッと反対側にずらして止めてください。そうすると、はい、簡単にイヤリングのパーツにチェーンがくっつきました。はい、そして次、はい、直径が、あ、違う、次ですね。はい、失礼しました。チェーンの端っこの一番今つけてない反対側のチェーンのところですね、ここはニッパーで今切れ目が入ってありますので、ここを持ってピッと開いて開けてください。この中にベッコーのパーツを入れ込みます。そしてこのチェーンをぎゅーっと、はい、中央にペンチを寄せながら丸カンをぴったりくっつけて止めてください。そうするとこんな感じで今イヤリングにチェーンにベッコーのパーツがくっつきました。そして直径6ミリ、ちょっと大きなパーツですね。こちらの切れ目を上にして3時と9時をギュッと持ちます。結構開いてください。グググググググッと。はい、この開いた理由はベッコーのパーツの厚みがあるので、ここが入りやすいように、はい、こんな感じで入りやすいようにググッと開けてあります。そしたらこちら、白いタッセル。こちらの頭のとこ、ここを糸をぐる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 とこう回しながら、通すようにしてください。はい、そうすると丸カンが今通っております。で、この通った丸カンをベッコーのパーツに差し込みます。よいしょ。はい、こんな感じで今ベッコーのパーツの中に丸カンを差し込みました。そしたら丸カンを持ってピタッと閉じてください。はい、そうするとこんな感じで六角形のパーツの下にタッセルがついた、はい、イヤリングが完成しました。はい、六角形のパーツちょっといろいろ動かせますので、まあその日によって気分によって形も変えることができますので、はい、こんな感じで、秋っぽい感じのちょっとモードな感じかな、はい、イヤリングが完成です。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましてもこんなの入れてほしいとか、まあ、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。